お昼の南アシャーマー浜宿りポイント東側の石畳阪神高速の高架下やってまいりました。今日はさすがにね釣り人はいらっしゃいませんね。風は南西から西のやや強めの風が吹いています。石畳のところですね、ちょっと見ましたけども、ものすごい数のボラが、泳いでいます。わかりますかね、こんな感じで。釣り人がいないせいもあって、かなりのすごい量のボラが岸近くを泳いでいます。こんな感じですね。すごい量ですね。ものすごいボラがいます。浜風大橋の方もですね、やはり釣り人はいらっしゃいません。そしてこちらの方もですね、すごい数のボラがやはり泳いでますね。地震があった影響かもしれませんが、かなりの数のボラが泳いでいます。